公邸料理について詳しく、これだけ詳しく公邸料理について話している動画とか今のところはですね、他にないと思いますので、ぜひ、必見です。見てみてください。公邸料理についてとか、公邸料理人って何とか、現役の公邸料理人としてやってますので、異例なんですけれども、修行経験もなければ支持者、師匠とかですね、シェフがいない、学生からそのまま公邸料理になる、こんな稀なことはないと。公邸料理の広報活動とか、そういったものにもですね、協力していると。公邸料理人の主な仕事、はい、いよいよちょっと深くこれから入っていきたいと思います。会食やイベントの種類ですね。まずプライベートとオフィシャルに分かれます。公邸料理人は3つの財布を持ってるわけですね。これを公私混同してはいけないと。こういったものってメリットばっかり話すメディアとか多いと思うんですけれども、僕はやっぱりデメリットもちゃんと話します。どういった人が公邸料理人に向くんだろうって話をちょっとしたいと。補足情報として拡散していただいて、いろんな人にですね、可能性を。で、次ですね、大きく4つ目で、先ほどそのこの中でですね、会食やイベント、レセプションの料理ってあったんですけども、どんなものがあるのか、こういったことを、紹介していきたいと思います。会食やイベントの種類ですね、それに合わせた食事の、紹介、種類の紹介というか分類の紹介ですね。まずプライベートとオフィシャルに分かれます。これは先ほど言ったみたいにそうですね、詳しくちょっと深掘っていくと、これ本当先ほど言ったみたいに大使夫妻次第のところがあります。例えば朝昼晩、全て用意するのか、昼晩だけでいいのか、夜だけでいいよっていうのか、休日だけでいいのか、いいよって言ってくれるパターンとかいろいろあります。はい。で、その他にオフィシャルとは別にもちろんお茶会とか、プライベートのイベントなんていうものもあります。はい。なのでそういったものに対しても、例えば茶菓子を作ったりとか、ちょっとお食事提供したりとか、そういったものが、発生してきますので、そういったものも対応するというところですね。はい。で、会員の歓送迎、の歓送迎会みたいなのもあります。今までこう頑張ってくれたね、ありがとねっていう送り出すパターンと、ウェルカムのパターンと、そういったものもあります。で、このプライベートで、書かれてくくられているものっていうのはもちろんプライベートですので、国のお金ではないです。大使夫妻のポケットマネーから、お金をお預かりして、それで、食事をとかお菓子を提供するというところですね。はい。で、次にオフィシャルです。これはもう公的なものですので、公的な、お財布から出てくるものです。何かっていうと、先ほど言ったみたいに、会食とレセプションに、大きく分かれます。はい。で、例えば会食どんな種類があるのっていうと、ですね、僕は経験した中でここはちょっと話していきたいと思います。朝食会、昼食会、夕食会、この3パターンがあります。はい。で、あとは、オフィシャルのお茶会、そういったものもありますね。で、あと懇談会って言われるものもあったりとか、軽食の、ちょっとした、なんて言うんでしょうね、ティータイムの、ちょっとお客様とお話しする、そういった機会とかもあるので、そういったものをオフィシャルに含まれる、パターンもありますと。で、例としては、例えば朝食会では、僕が経験した中では8から15名のですね、形式で、例えばワンプレートサービスの朝食会があったりとか、ビュッフェ形式の、朝食会があったりとかします。はい。次に、昼食会、お昼ですね、お昼ご飯の、会食の場合はですね、2人ですね、最低2人から、最大25名ぐらいまで、僕がやったことがありまして、その中で、どういったものをコース料理出すのかっていうと、3品から6品構成、こういった、品数のサービスをしています。コース料理ですね。で、夕食会、これもですね、同じく2名から25名ぐらいまで、あります。はい。で、これはですね、同じく3品から、8品とか、構成でやったりしてます。これはですね、もちろん他の交換ではもっと出してるところもあれば、3品だけって決まってるところもあると思います。いろいろあるんですけれども、僕の、経験上こういう感じですね。はい。例えば、それプラス前後にアペリティフがあったりとか、もちろん食事の後のコーヒーとかミニアルディーズ、チョコ、そういったものも、含めるともうちょっとあるんですけれども、それも含めて、ですね。はい。で、次、レセプションって言われるもの、これ何があるかっていうと、立食形式、カクテルパーティーとかですね、そういったものもあれば、着席式のものもあります。
で、ビュッフェパーティーもあります。はい。で、イベント型のレセプション、こういったものもあります。まあそうですね、カクテルパーティーっていうのは、まあ、ここら辺ちょっと、大きく分けると立食式と着席式に分かれるんですけれども、その提供するものはカクテル形式のものなのか、ビュッフェ形式のものなのか、そういったものはですね、ちょっと見極めるのが難しいんですけど、そういったものも含めてコミュニケーションをとって、じゃあ今回はこういう感じで料理を提供しますねと、そういったふうに決めていくというところですね。はい。で、次に着席式のレセプション。これはですね、僕経験した中では20名から50名ぐらいまであるかなというようなイメージがあります。で、例えばワンプレートで、ポンって出して、まあ、お酒とか、で、乾杯して、っていう形式。もしくはですね、2品構成。で、もしくは3品から5品構成。こういった、ところまでやったことがありますと。で、着席式、もう一つ、ちょっと大型のもので言うと、まあ、20名から150名の着席。こういったこともしました。最大で150ぐらいの着席式もしましたね。この時はですね、まあ、2品とか3品ぐらいの、まあ、料理構成出したりとか、一皿、そのワンプレート形式の時もありました。同じくですね。はい。これが着席式の僕、まあ、僕の経験なんですね。で、立食式ですね。これはですね、小中規模。と言われるですね、まあ、40人から150人までのくくり、この立食式があります。で、次に、まあ、大規模で言うと、まあ、最大300人の、レセプションがありました。で、もっと大きな規模になると、これはもう交換によって違うんですけれども、まあ、僕が言ったジュネーブもパリも大交換と言われる、ところですので、最大500人とか800人とか、そういったですね、数のレセプションもあります。はい。まあ、ありました、コロナ前は。はい。まあ、こういった人数で言うとこういうものがありますと。で、こういった時はもちろん立食式もコロナ前はビュッフェ形式だったりとか、まあサービスがぐる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 回るですね、カクテル式だったりとか、いろんなことを経験しました。はい。なのでこういったこともあります。これも例えば料理人1人のところでも2人のところでも、例えば僕らの場合、2人の場合ですね、は和食の人が2人だったら和食で何品か作ればもちろんいいんですけれども、ジュネーブの時も、今現在もですね、僕洋食で、もう1人の料理の方が、和食の方でした。ジュネーブも、パリもですね。なので和洋で別のものをそれぞれ作るので、結局ですね、3から5品とかをですね、300人分だから何千食分ですね、これをまあ言ったら1人で作るわけですね。はい。で、サービスにちょっと指示したりして、そういったことまでします。はい。すごくいい経験になります。で、次にですね、ちょっと真ん中は次にして、こちらがですね、必要なスキル、知識、こういったものを気になると思います。料理人、工程料理人にはどういったものが必要なのかなと。一つ目ですね、最初に、説明した、定期文、説明したみたいにですね、調理師免許。これを持っている方か、相当期間にわたって料理人の経歴がある方、こういった方が、まあ、慣れますよと。で、次にコミュニケーション力とか、まあ、ジェスチャー力ですね、こういったものがあると、いいと。要は言葉は最悪喋れなくても、そのジェスチャー力でも、要は伝えようとする、気持ちとか、関わろうとする気持ち、こういったものがまず大事になってくるよというところですね。まあ、ということは、つまり外交的な気持ちが重要なのかなというところですね。で、次に語学、英語や、現地語、例えばフランスだったらフランス語とか、あると思いますけれども、イタリアだったらイタリア語とか、喋れるに越したことはないです。はい。で、先ほど言ったみたいに喋れないとしても、コミュニケーション、しようと、関わろうというする気持ち、プラスジェスチャー力、伝わりますから、結構伝わります、喋れなくても。なので、まあ、あれば語学いいですけども、なくても、まあ、この外交的な気持ちがあればいいかなというところですね。あと、日本料理とか和食、まあ、同じようなことなんですけども、これのですね、まあ、知識は、まあ、あった方がいいなというところですね。代表的、特に代表的な料理の知識とかはあった方がいいのかなというところです。もちろん、日本を
簡単に言ったらですよ、日本を世界に広めるためにやってるわけですので、日本料理和食のことも知識としてないといけないなというところですね。で次に対応力ですね。この対応力何かっていうと、料理食事の面でいうと、例えばアレルギーとか NG 食材、食べれない食材もありますし、宗教的に NG なもの、こういったものは何かっていう知識だったりとか、そういった時にどういう料理を作らなきゃいけないのか、そういった対応力が必要と。あとは例えば僕はまあ運よくですね、先進国2つ来てますけれども、もちろん後進国とかいうところはですね、入らない食材とかたくさんあります。で現地にしかない食材もたくさんあります。その中でいかに対応して料理を作っておもてなしをするか、そういったものが大事になってくるので、いろんな意味でですね、対応力っていうのは必要となってきます。はい。で次ですね、自分を律する能力ですね。これ何かっていうと、講師の近藤ですね。先ほど言ったみたいに、公的会食は公的なお金、財布から出ます。で、大衆夫妻のプライベートのものは大衆夫妻のポケットマネーから出ます。プラス、自分たちの生活の、食事とかいろいろありますよね。買い物とか、お出かけするとか。つまり、この公邸料理人は3つの財布を持ってるわけですね。これを公私混同してはいけないと。もちろんそうなんですけども、言わずもがななんですけども、ここを混ぜちゃいけない、ここを律する力が必要、まずですね、1つ目。次ですね、ちょっと手抜きみたいなのあるんですけれども、これ次にメリットデメリットとかいろいろ話す中でも出てくるんですけれども、1人でやるんで正直管理されてないので、手を抜こうと思ってしまう、ちょっと心に甘えがある料理人さんとか、もしいたら、いないとは思いますけども、もしいたらそういったことができてしまうので、そこをそうしていいのかなっていうところですね。はい。あとは人間関係とかですね。人間関係は本当に結構重要になってきます。先ほどもコミュニケーションも何回も言いましたけども、そこでもちろん、ちょっとしたことでバチッと切れたらいけないし、話を聞いて会話しなきゃいけないわけですよね。そういった中で、大人の対応というかですね、自分を律して、ちゃんとこう向き合って、いろんないいものを作っていく、いい環境を作っていくっていう能力は必要なのかなというところですね。はい。じゃあ次にですね。はい。ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければ、いいね、高評価ですね。それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、公邸料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのパー。